柔らかアートマジックをやっていきましょう。さて、本日もゴーストバトルから。なんだか最近、毎日柔らかアートマジックをやるという目標が若干、実現できなくなりつつあるね。さあ行きましょう。せっかくね、このライバルが強くなってきたゴーストバトルですから、もっとかい、え、もっと回数をこなしていきたい。意外とこれ端っこの方にいるやつを見逃してアウトっていうパターンもあるんだな。俺の暗闇動物は一体どれぐらいまで通用するんだろうな。その辺も気になるな。どうあがいても暗闇動物で、あれ、勝てない相手が出てきたらかなり燃えるかもしれない。暗闇動物2時間スペシャルとかやる可能性が。記憶はフラッシュか。500、高いな。てか急に500来たな。今までほとんど400とかだったんじゃないのかい。ただまあストレッチで言うと、なんだろう、同じ得点を出すのにこの秒数までは変わらないよみたいな、2秒で答えてもよ、3秒で答えても、ミス、そのこの時間までに答えたら得点が変わらないよっていうラインがもしかしたらあるかもしれないから、柔らか度的には向こうの方が上だけど、なんとかこのゴーストバトルの形式では勝てるみたいなラインはあるかもしれないよね。ボン、そういったのを目指してやっていきましょう。運だけは強い。お、重さ比べ、しかも超重さ比べじゃん。これもしかして俺が最近超重さ比べをやったからか。タイムリーだな。これは、赤でいいのか。だいぶ参っちまったな。これは青かな。オッケー、よく見たら消去法でいけたね。これだ。よし。だいたいこれで合ってるみたいなので。言いましたね。これ壊ら。これは、亀かな？よし。いいぞ。ちゃんと身についているぞ。エリートクラスだったらいけるよ。よーし。まあ、天秤が3つあるとね、パッと見で混乱するのもわかるし、俺が散々間違えてきた問題だからな、すごい気持ちはよくわかるぜ。この方程式とか不等式は、両端から同じものを引いても結果が変わらないというのがね、結構ミソだったりするんですよね。それを利用して単純化していくのだ。解き合わせ、左で戻す。これも基礎動作の速い人が相手に来るとやばいからね。冷静に、速い。やるじゃないか。5分、アップで、ちょっと怪しかったよ。なんか一瞬10分まで いかなかった。お、よし。やりますね。だが次勝てばいける。70分戻す。速い。結構ギリギリだったわ。なんとか行きました。焼き鳥の帽子。リーゼントスタイルから一気に変わりましたね。近く。お、レールつなぎか。さあ、今日、ここも買って、全勝で終わりましょう。ああ、そういうことか。危ね。俺の実力を上げてさえいけば
世界トップ柔らかプレイヤーとも相まみえることができるようになるでしょうから、あってそれを目指してやっていきましょう。ストレートできるかな。おお、ラストまさかのストレート、文字通りのストレートクリアでしたね。オッケー。さあ、柔らかランキングもだいぶ上がりが穏やかになってきたかな。これは3000位以内は余裕でいけるかもしれないね。ちゃんとこのペースで毎日やってればな。マンダー。あれ、まあ月末ぐらいまでやって、最終的にどれぐらいを目標にするかも考えていくという感じでいいのかなと思いますが、分析をやろう。最近のマイブームであり、マイトレンドである、重さ比べをやっていく。これはカエルですね。これは、これですね。これはリンゴですね。これはバーガーですね。これはコアラじゃないからこれですね。これは犬ですね。これはオレンジですね。これは、ピンクですね。OK。これは全部同じものを指している。これは、これとこれじゃないから、これだ。よし、いいぞ。これとこれで、これとこれだから、赤青じゃないから、で、ピンクでもない。ということは、赤青ピンクじゃない。OK。お、一発！素晴らしい。これは、白赤じゃないから、緑でもないから、これだ。いいぞ。これとこれとこれじゃないから、これだ。いいね。マジでいいぞ。いや、でも一発でいってしまったか。いやー、自分の動画を見返して、この時はこうやればいいんだなっていうのを、いろいろと研究していた成果が出ましたね。一発で1200はやばいわ。もうちょっとで1300行くところまで行ったか。ふう、柔らかとが限界突破してしまったな。あ、ちょっとトイレ。なんて問題の途中で中断したくなることありますよね。なんだか、はかり博士のアドバイスもすごく耳に入ってくるぜ。こんなにうまくいくとはちょっと思わなかったわレベルで一発で決まってしまったな。どうしよう。今日はこれだけで終わるつもりだったんだけど。別のやつをやるか。じゃあ逆に超ストレッチで、星4行ってるけど、普通のストレッチ行って、まだ行っていない。こっちにしようか。積み木のカス。分析ばっかりだな。まあ、とりあえず分析は、今日ここまでにして、明日からはまた、分析以外のストレッチも、やっていくようにすればいいかな。こう、8か。14。12だね。12、18、20。悩ませるね。18、19。これは、17。待ってくれ。3、3だから、1だから、25。20、8、30。ちょっと待って、これ、マジで苦手なんだよ。待ってくれ。やだ、数える気が薄る。数える気が薄るのやるのやめてくれ。ぐねぐねっとしたやつだけは本当にどうやって数えてるのかわかんないんだよな。一個ずつ数えてると本当に時間足りないし。やっぱりここからここまででこれっていう風に、素早く数えるっていうだけしかないのかな。なんかコツがあれば知りたいぐらいだぜ。10か。7。15。4。2足すから、12、14。16、17。よ。4、4、17。16の7だね。3足すから、16、19。これはさっき言った17。
これは、1、2、5を入れて、16。だから18。待って。14、16、20。くぅ、最後の問題。終わった瞬間にまたあれが出てきたな。やっぱりあれは解けないとダメなのか。なかなか厳しいな。たまたま遭遇してしまっただけで本来はあんまり見かけるような問題ではないから、あれが出たらちょっと不運だったねぐらいなのかもしれないし、もしかしたらあれはもう数覚えとけっていうパターンかもしれないけど、あ、間違えた、ちょっと待って、4だとは。結構ね、もう考えないと答えが出せないような難しい系の問題は、答えを覚えてしまうというのも作戦のうちだからね。8、10。12。え？違う。3、5、15か。危ね。これは、17。なし、21。待て。4、3、12、21、22。いいぞ。ここは4だから、こう倒せばいいから、15、5、20。いいね。待ってくれ。音符か。こことここが、9、だから18の、待って、待って、18、22、25。くぅ。その音符の先端の部分だけ、形を変えれば、3×3 の9で、それが2つあって、まだはいいんだ。でもあの棒のところが微妙に長さが違うから、4と3で7。で、あとは上の細長いところ、1個の大きい長方形として見ればっていうところまでは行ったんだけど、気づくまでが遅いね。ぬん。なかなか厄介だったな。よし、じゃあ、これを最後にしよう。やっぱなんだかんだ難しいな。むしろ、なぜ超ストレッチの方がこれできてんのかわからんぐらい。7、9か。ちょっと初級にしては難しい問題が出るな。8、11。3、11。3、だから17。6だから18。ぬ待ってくれ。合体して、1、2、3、4、12、8だから20。2、2足すから、18、19。くぅ、待って。4、3、5、15。4が8だから23。くぅ。なんだろうな、この初級から中級ぐらいまでのすごくパッパって解かなくちゃいけない系の問題が、そこまで簡単じゃないっていうところが、あれなんだな。この積み木の数の難しいところなんだろうな。だから上級から超エリートまでで何問解くっていうのと、幼児クラスから超エリートまで前半を素早く後半駆け抜けていくっていうのが、なんというかイコールになっていないというか、前半も前半で普通に難しいから、あれ、後半に割く余裕が全くできていないよねっていうところが課題なんだろうな。だから前半をいかにして早くやるかっていうところが、鍵になってくるのがこの分析。積み木の数、普通のストレッチなのではないのかなと、実感したというところで今回はここまでにしておきましょう。うん。またそろそろね、記録とかも全然、保身を取ってないですし、この辺もやっていきたいところですね。はい、では今回はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。